はいどうもこんにちは、カジマックです。いや久々の動画撮影、風邪つらかった。先週火曜日にちょっとおかしいなって思って、そこから発熱、1週間動画お休みしてました。とにかく熱が下がっても声が出なかったんで、ほんと久々の撮影です。ってことで今日はリハビリ程度。以前ご紹介したこのダイソーのマウス。はい、これ300円なのにワイヤレス。はい、これわかりますかね？ちゃんと動いてます。しばらく使ってみたんですけど、正直今やってたこのクリクリ、ここがちょっと使いにくいかなって思ってます。で、あとツイッターでもご指摘いただいたんですけど、このレシーバー格納できる割に、はい、こんなに飛び出しちゃうっていうね、こういう爪の甘さはあります。でも本当モバイル専用とか、たまに必要になってくるサブ程度なら十分かもしれません。うん、くどいけどこれが300円、やっぱりダイソーさんすごいですよね。で、前回の動画でもお話ししてた通り、実はこれにもう一種類タイプがあるんですよ。まあ、とにかく探した探した、おそらく延べ10件程度ぐらいいたかもしれません。少なくても僕の家の近所にはなくて、仕事中に兵庫県下でも探してみたけど、いやなかなか見つかりませんでした。大阪京橋京阪モール、この4階にあるダイソーさんに行ったら、なんとバッチリ空張り3種類とも置いてたんで、全部買ってきちゃいました。今回ご紹介するのはダイソーワイヤレスマウス鏡面タイプです。いや、めちゃめちゃ探したんで、見つけた時はちょっと感動すらしました。にしても地域でこんなに差があるもんなんですかね。はい、これが300円マウスの鏡面タイプ。空張りはホワイトと、これがブルー、そしてピンク。それではホワイト開けていきますね。あ、これもめちゃめちゃ軽い。ちょっと重さ測ってみますね。電池を抜いた状態で 43g。 いや、めっちゃ軽いですよね。ちなみに前回買ったツートンは 50g。 これより軽いんすよ。あ、いや、レシーバーの重量足してなくねって話なんですけど、なんとこっちはここにレシーバーがちゃんと収納できます。こっちの方がなくしにくいかもしれません。それでは電池を入れて Chromebook で使ってみます。はい、これわかりますかね。当たり前なんですけど使えるようになりました。マウスポインターの動き見えますかね。なんかね、このツートンよりもスムーズに動いてるような気がします。いや、これ気のせいかもしれません。はい、この方がわかりやすいですかね。あ、でこれ今気づいたんですけど、マウス持ち上げた時もポインターが暴れません。前回こいつでは結構暴れてたんで、やっぱりもしかしたらこっちの方がスムーズなのかもしれません。うん、でもね、やっぱりこのクリクリ、ここはイメージ的にツートンとあまり変わらないです。お高いマウスにはかなわない感じ。とはいえ、右クリック左クリック、もちろん当たり前に普通に動作するし、マウスの機能はしっかり果たしてます。全体的に完全にプラスチック、高級感は全くないけど、思ったより使い勝手は悪くないです。これにもちゃんと技的マーク表示もあります。で、ただこの形ですよね。はい、比べてみるとこんな感じ。あの、アップルのマジックマウスみたいな形状なんで、こういう薄型が好みっていう方には合うかもしれません。でもまあ、通常の方ならやっぱりこっちですかね。まあ、いずれにしてもこれが300円。十分なコスパだと思います。あ、で、こっちももちろん、DPI 段階の切り替えもできます。もしも気になる方いらっしゃいましたら、チープなのは覚悟の上で、試しに買ってみてもいいかもしれません。一応ダイソーさんのホームページ、説明欄にリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。はい、ということで風でかなり動画サボったんで、この Chromebook の続きの動画や、ノバライト3の続きの動画、これも早くやりたいんですけど、熱が引いてから結構暇だったんで、なんか思わずたくさんポチったものがあります。例えばこれ。ユミデジ A3 Pro、 どうやら技的問題クリアしたみたいなんで、リクエストもあったんでポチってみました。ただ僕のはどうやら届くのが今月末みたいで、まだまだ先です。で、他にもポチったものもあるんで、またどんどんご紹介していきたいと思います。ということで、カジマックチャンネル、お済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメント高評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。